オレゴン州の歴史、オレゴン州の歴史、オレゴン州の歴史、A、ヒストリー・オブ・オレゴンでは、アメリカ合衆国太平洋岸北西部に位置する、オレゴン州となった地域の人類の歴史と、社会活動を外説する。その歴史は、大きく五つの段階に分けられる。すなわち、地質時代、先住民族が住んだ時代、ヨーロッパ人が探検した時代、主に毛皮公易業者、パイオニアによる、 開拓の時代及び現代の発展である。オレゴンという言葉は3つの段階で使われている。まず、オレゴンカントリーは、アメリカ人、イギリス人、及びその他の国々の人々によって探検された広大な地域を指しており、カナダ人に一般にコロンビア地区と呼ばれていた、次のオレゴン巡州は、オレゴン条約によってこの地域の主権が確立された2年後に、 アメリカ合衆国が創設したものであり、最後に現代のオレゴン州があるコロンビア側の湖面でもあった。この地域の火山活動はこの地域の景観の大半を形成した4000万年前の死神よまで遡ることができる。更新よ、最後の氷河期、200万年前から70万年前にコロンビア側がカスケード山脈を割って竜、コロンビア側渓谷を形成した。 コロンビア川とその流域は最後の氷河期の終わり頃に世界でも最大と見られる洪水をいくつか経験した。水浦氷河湖の氷ダムの周期的決壊が世界の川の水量を合わせたよりも10倍の量の水を放し1000年以上の間に40回も発生した。水浦洪水の水位はバルラ共国、現在のワシントン州で1250フィート、381、 メートル、ボンネビルダムで830フィート、253メートル、現在のオレゴン州ポートランドで400フィート、122メートルあったと推計されてきた。コロンビア側大地下流での洪水の周期的氾濫は、湖の沈殿物を豊富に堆積し、現代に広範な農業を営める肥沃さを作り出した。また、ワシントン州東部の溝になったカサブタ様の土地のような、 多くの異常な地形を作り出した。マザマさん測って、標高1万1000フィート、3350メートルと、この地域で最も高い山だったが、紀元前およそ5500年に大噴火が起こった。この噴火は1980年に起こったセントヘレンズ、ん山の噴火の42倍も力なものだったと推計され、火山本体の大部分が火山の一部空洞になった。 学部とマグマだまりに落ち込んだ時に1万千フィートあった標高も約半マイル800メートルも低くなった。今日のオレゴン州南部にあるマザマの陥没したカルデラはクレーター湖を用し、山全体はクレーターレーク国立公園内にあるオレゴン州唯一の国立公園。この地域の先住民族、クラマス族はこの山に彼らの地下世界の神であるラオが住んでいると考えた。 山がその姿を変えたときクラマス族は、ラオとその競争神で空の神であるスケルが大きな戦闘を行な、結果と説明した。1700年のカスカディア地震は太平洋岸北西部に沿ったファンデフカプレートの破壊から起こった。この地震で起こった津波は日本でも観測された。またブーンビルジスベりにも結びつき、ワシントン州のテーブル山が崩壊して、 コロンビア川強国に流れ込み、川をせき止め、神の橋を形成した。この神の橋は、地元の先住民族の伝承に記憶される、立教である。1980年、隣のワシントン州にあるセントヘレンズ山が激しく、爆発し、一時的に、コロンビア川の深さを13フィート、4メートルにまで浅くし、ポートランドの経済を破壊した。この噴火で遠く、 オレゴン州のベンドまで火山灰が届いた。太平洋岸北西部には1万5000年前に人類が住んだという証拠が多くあるが、現在のオレゴン州における人間の活動の最初の記録は、1938年に考古学者ルーサー・クレースマンがフォートロック同結金で発見した政治側のサンダルである。これは、 オレゴンに13,200年前に人類が住んでいたことを示した。紀元前8000年までに地域内には集落が現れ、その大半はコロンビア側下流、西部の渓谷及び海岸の河口に集中していた。16世紀までにオレゴンには多くの先住民種族が住んだ。バノック族、シャスタ族、チヌーク族、カラプヤ族、クラマス族、 オララ族、ネズパース族、タケルマ族及びアンプクワ族などである。コロンビア側の一連の急流であるセリロフォールズは、現在のダレスのすぐ上流にあり、数千年間先住民族の漁場になった。先住民族は、太平洋が北西部やその向こうから、セリロ集落に交易目的で訪れ、これらの急流は1957年のダレスダムの建設で水没した。 スペイン人の探検家たちが1565年には、すでに太平洋岸を探検する道筋を見つけた。フィリピンから黒潮に乗って、太平洋北部を周回するようなコースを取って、艦船を派遣した。これらの船は250年間というもの、通常はカリフォルニアのメンドしの岬に到着するまで上陸しなかったが、何隻かの船は、現在のオレゴンに上陸するか漂着した。 ネハレム・インディアンの説話では、異邦人と多くの交易品や蓋のある銀の花瓶のようなものの発見を伝えており、1707年のセーフランシスコ・ザビエル号の漂着に結びつく可能性もある。フアン・ペレスは1774年に太平洋岸北西部を北のブリティシュ・コロンビアあたりまで探検した。オレゴン海岸の焼キなヘッドを最初に目にしたヨーロッパ人である。 1775年、フアンフランシスコ・デラ・ボデがイクアドラとブルーノ・デ・エセタに引き入られた別のスペイン人に遠征隊が海岸を探検した。エクタは南に戻るときにコロンビア川河口を発見したが入ることはできなかった。1778年にジェームズ・クック船長が北西航路を探してオレゴン海岸を探検した。 アメリカ人の船長ロバート・グレイが1792年にコロンビア側に入り、その後間もなく、イギリス人船長ジョージ・バンクーバーの指揮する船が続いた。ルイス・クラーク探検隊は、ルイジアナ外州で手に入れた土地を探検するために、その遠征隊を率いてこの地域を通過し、彼らはコロンビア側の川口近くで、冬の宿営地としてクラトソップ砦を築いた。 ルイスとクラークによる探検1805年から1806年及びイギリスのデイビッド・トンプソンの探検1811年によってこの地域に毛皮採取用の動物が豊富にいることが公表された。先住民族は一般的に公益の機会が増えることでヨーロッパ人の到着を歓迎した。しかし海外から入った薬病のために地域の人口は 激減することになった。あとに、アメリカ人の西部の自然資源、おそらく最も顕著なものは、コロンビア川沿いの資源を自由にしようという動機が、先住民の利益と衝突することになった。多くの種族は合衆国政府から数百万ドルという、和解金を受け入れることと引き換えに、伝統的な魚場を諦め、その故郷からは遠いことの多かった、居留地に移動した。近年、 カジノを作ることで、外資って貧乏だった種族にも、いくらかの収入が入るようになった。テッド・クロンゴスキの行政指導により、ウォーム・スプリングス・インディアン連邦は、コロンビア側谷で、距離内いのカジノを作る権利を交渉し勝ち取った。ドイツ出身のアメリカ人実業家、ジョン・ジェイコブ・アスターが出資した1810年から1812年の、アスター遠征隊は、陸と海の両方から、 後のアストリアの地に毛ワ広域業者を連れてきた。アストリアトリデはこの地域最初の白人による高級的開拓地となった。このトリデはほんの短期間アメリカの支配下にあっただけだが、アメリカ合衆国が後にこの地域を領有権、主張する要素にもなった。東部に戻った遠征隊はロッキー山脈を抜けるサウスパスを発見し、これがオレゴントレールの重要な要素となった。 オレゴンカントリーのアストリアトリデや太平洋、毛皮会社の他の財産すべては、1812年に始まった米英戦争の間にイギリスに占領される危険があり、1813年10月にモントリオールに本拠を置くノースウェスト会社に売却された。ノースウェスト会社はすでに太平洋岸北西部に進出しており、1813年の 太平洋毛川会社獲得から1821年にハドソン湾会社に吸収されるまでこの地域を競争者のいないままに支配した。この期間、ノースウェスト会社はアストリアの枠組みを実行に移し海からコロンビア側に物資を送り毛川は直接中国に輸出した。ハドソン湾会社はこの仕組みを拡張し1820年代から1830年代に バンクーバー取トで、現在のポートランドとは、コロンビア側の対岸に、地区主任、ジョン・マクローリンによって1825年に、建設に、あ、コロンビア地区本部から、太平洋岸北西部を支配した。毛皮が枯渇し、毛皮の価格が下落したことで、この会社は1840年代初期に、弱体化したが、1846年のオレゴン条約まで重要な存在であった。 1830年代、アメリカ人の数体がオレゴンまで旅して、オレゴントレールが確立された。これら移民の多くは、先住民をキリスト教徒に改宗させようという宣教師たちだった。はじめに、ジェイソン・リーが1833年のナサニエル・ジャービス・ワイエスの隊に加わって旅し、ウィラーメット・バレーにオレゴン伝道所を開設した。 マーカス・ホイットマンとヘンリー・スポルディングは1847年に到着し、カスケード山脈の東にホイットマン伝道所を作った。1839年、ピオリア隊がイリノイ州からオレゴンに向けて出発した。1841年、富裕な罠漁師の親分で起業家のユーイング・ヤングが遺言を残さずに死に、当時はその資産を兼任する仕組みがなかった。 ヤングの葬儀後の集会で、県人委員会が提案された。ジェイソン・リーのメソジスト宣教書からアイラ・バブコック、博士が最高判事に選ばれた。バブコックは1842年に、シャンプー・イ・リーの伝道書とオレゴンシティの中間で2度集会を開催し、当時問題になっていたオオカムや他の動物のことを、討議した。これらの集会が先駆けとなって1843年の、 全住民集会につながり、デイビッド・ヒル、アランソン、ビーアズ及びジョセフ・ゲールを頬目とする暫定政府が作られた。この政府は、アメリカ併合前のオレゴンタントリーでは初めて活動する公共的政府となった。アメリカ合衆国がイギリスと共同でオレゴンタントリーを開拓することに合意した後、1842年から1843年をはじめとして、 オレゴントレールを通って多くの新しい開拓者がこの地域に入ってき、ある時にはアメリカとイギリスがこの75年間で3度目の戦争を始めそうな気配もあったオレゴン教会紛争を参照が、その教会は1846年のオレゴン条約によって平和的に解決された。アメリカ合衆国とイギリス領をたアメリカの教会は北緯49度線に設定された。 1848年には、オレゴン準州が公式に設立された。1840年代の初めにウィラメットバレーまでの、容易な陸路を見つける試みが多く行われた。バーロー道路ー、キリ切シ、およびアップルゲートトレールはそれぞれ、オレゴンの北部、中部および南部で、カスケード山脈を横切る、試みの成果である。バーロー道路は1846年に建設された。 後で、オレゴントレールの最後の区間になり、サンティアム・ニュマシャ道路が山脈の中央部を通ることになり、ミイクが失敗したところで成功した。1850年の寄贈土地所有権法のためと、先住民の居留地への強制移住が結びついて、開拓者が増加した。オレゴンは1859年2月14日に合衆国の州として認められた。 南北戦争の勃発で、アメリカ軍の正規兵が撤退し東部へ送られた。志願機兵がカリフォルニアで募集され、北のオレゴンに送られ、治安維持と人民の保護に充てられた。第一オレゴン機兵連隊は1865年6月まで任務に就いた。1880年代、鉄道が増設されたことで、州内の木材や小麦の取引を助長し、 都市が急速に成長した。このことは、オレゴン州と合州国東部とを大陸横断鉄道を介して、結びつきを強め、物と人の動きを速くすることを可能にした。東部との接続の後に、オレゴンへの移民の数が増えた。またいくつかの公門や運河の建設で川の航行が容易になり、輸送方法が改善された。オレゴン準州もオレゴン州も、 被白人種の背景を持つ人々に対して差別する法や政策を持っていた。1844年の州法は奴隷制を違法としたが、解放奴隷は州内から立ち去ることも義務付けた。1862年に採択された法律では、少数民族はすべて5ドルの年間租税を払うことを要求した。およそ1861年から1951年の間は、 人種間結婚が法律で禁じられた。工業の発展は、コロンビア側における1933年から1937年のボンネビルダムの建設に続いて、熱心に始められた。オレゴン州から供給する電力、食料及び材木によって、西部の発展を加速したが、国全体の建設業における周期的変動が、多くの機会に州経済を痛めつけてきた。 第二次世界大戦中の1942年には、第二本帝国海軍機による空襲を二度に渡り、受けることとなった、アメリカ本土空襲。オレゴン州には長い間に極化した紛争が続いてきた。先住民族対イギリス人毛ワな漁師、イギリス対アメリカ合衆国開拓者、牧場主体農夫、富を増やした、都市対定着したが貧乏な田園地帯。 木材伐採業者対環境保護主義者、白人市場主義者対人種差別反対者、社会進歩主義対小さな政府の保守主義、社会保障の支持者対犯税活動家、また、オレゴン州生まれの人々対カリフォルニア州人一般には、部外者という対立だった。オレゴン州人は、脱退主義という概念も長い歴史があり、様々な地域の住人や政界勢力のあらゆる側が、 新たな州や時には新たな国を作ることを試みてきたジファーソン地域カスカディア及びエコトピアを参照。1902年オレゴン州はオレゴンシステムと呼ばれる住民発議や住民投票という手段で住民が直接立法する制度を承認した。1908年には住民投票で公務員をリコールする権限も認めた。 オレゴン州の住民投票では反映や宗教的主段を肯定するような政治的に保守派の提案もしばしば含むが、それらと同時にマリファナの非犯罪化のような政治的に革新的な問題も含んでおり、州内政治思想勢力の広さを表している。人種差別に対する伝統的政策はオレゴン州の人口にも長い間に影響を与えてきた。 オレゴン州最高裁判所調査特別委員会による1994年の報告書では少数民族が同じような状況に置かれた少数ではない人々よりも逮捕、告発、受刑、投獄及び保護観察される可能性が高いとしている。この報告書は個々人にその責めを置いているのではなく、制度的人種差別の問題点を指摘している。現存する。 法制度の人員に多文化の訓練を施すことを推奨し、また将来雇用される者の,のものの見方、履歴及び出身層の多様化も推奨している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。